皆さん、こんにちは。今日は、羽生結弦選手について、彼のこれまでの活躍や世界中での影響力についてお話ししたいと思います。羽生選手は、フィギュアスケート界でひときわ輝く存在であり、その技術力、表現力、そして何よりも彼の人間性は、ファンのみならず、多くの人々に感動を与えています。 そんな彼の魅力を再確認し、なぜ彼が唯一無二のスーパースターと称されるのか、一緒に考えていきましょう。グランプリシリーズでエキシビションが行われないという衝撃的な知らせが発表されました。スケートカナダ、そしてフィンランド大会では今シーズン、エキシビションが開催されないそうです。 羽生結弦選手をはじめとするスターたちが去り、日本での放送はなくなるのではないかという声は多く聞かれていましたが、まさかエキシビションが元からなくなるとは予想していなかった人も多いのではないでしょうか ISU の経営やスケート大会の開催は年々厳しくなっており、無料での招待やチケット値上げなどさまざまな対策を講じていますが、成功しているとは言い難い状況です。 このままでは競技全体が人気低迷していきそうですが羽生選手のショーが大人気なことを考えると観客が求めているものが何であるかは明白だと言えそうですねさてそれでは今回はドイツでスーパースターに選ばれた羽生選手への評価やその唯一無二の活躍について見ていきましょう羽生選手が表紙やポスターに登場しているフィギュアスケートライフエクストラが人気を博しています 特にポスターで羽生選手がつけているリングが特定されると、すぐに注文が殺到し、一気に売り切れてしまったそうです。着用しているのはジュエリーのワイヤーシルバー925リングで、リングとイヤーカフの 2way で使えるというものだそうです。追加で24日の夜9時から追加の予約販売がありましたが、そちらもものの10分ほどで完売しました。 1万9000円と決して安い値段ではないものの多くのファンが買い求めたようですそもそもそれよりさらに高額なグッズでも飛ぶように売れるほどです当然かけたお金がすべてではなくお金をかけるほど良いファンというわけではありませんがいかに羽生選手の人気が高いかということも表れていそうです同志では他にもネックレスなどを着用していた羽生選手 どののアイテムも多くの人々が買い求めたようです。写真集が続々と発売され、ファッションブランドと提携する広告等に選ばれるなど、見た目の美しさでも大人気の羽生選手ですが、当然ながらそれだけで人気が出ているわけではありません。羽生選手の技術力、表現力、人間性、努力、そして誰も到達したことのない場所を目指し続ける姿勢が、世界中の人々を魅了しているのです。 羽生選手はプロとなっても演技にかける情熱や技のレベルは全く落ちていませんむしろ上がったようにさえ見えます昨年から今年春にかけて行ってきたリプレイツアーでは最後の場内挨拶で「寂しい」という言葉を口にし完結できたなっていうくらいの達成感があったので皆さんにとってはイメージがしづらいかもしれないですけどある意味自分の中ではオリンピックを取ったくらいの勢い めちゃくちゃ練習してきたことが成し遂げられた。だからこそ嬉しいし、その嬉しさとともに寂しさが一緒に募ってきたというか、達成してしまったな、みたいな感覚で少し寂しいなとも思いました、とも語っていました。特に佐賀公演では自身の思う演技ができず、悔しかったといいます。佐賀があまりにも自分の中で悔しくて、なんだろう、スケートで惨敗したみたいな。わら恒例のグランプリ 恒例の一戦みたいな、そんな感じだった。と悔しさがあり、練習を重ねた結果、この公演は会場が満員で、美希子さんや元コーチ鈴木小一郎さんらも来ていたそうです。そういうこともあってか、羽生選手は気合い十分、破滅への死者、破滅への死者をはじめとするジャンプはすべてノーミス。ハイレベルな演技を見せ続け、場内は大歓声となっていました。 鳥と蛇と豚に追加の振り付けがあったとプログラムとともに演出面も強化されていたようでプロジェクションマッピングや映像も変わっていたと現地ファンからは報告がありましたライブビューイング会場世界配信の視聴できるサイトなどで世界各国のファンが盛り上がっていましたがやはり生での観戦を求めて中国や韓国はもちろんイギリスアメリカスイススペイン カナダブラジルなど時差も大きいにもかかわらず1万 km 以上もの旅路をはるばる来てくれたファンがいるようです今回の公演ではなんとチケットが取れていないにもかかわらず現地まで足を運んでくれた海外ファンまでいたとか熱狂の裏では自分で考えててもなんでこんなことにしたのかなって正直思ってますもんしんどすぎて。 と、本音をとろし、演技後に舞台裏で立っていられず倒れ込んでいたりと、過酷すぎる公演には苦しみも少なからずありましたが、公演の MC では、自分の演技はファンの皆さんの写し鏡でありたい。アスリートとして今でも勝ちたいと思っている。と話したように、その心持ちは何も変わっていません。 ずっと羽生選手を追いかけていると、どうしても麻痺してしまいがちですが、引退したのに現役時代と同じものが見られること自体がありえないことなのです。普通、アスリートは引退すればほぼそのパフォーマンスは見られなくなるものです。しかし、羽生選手はそうではなかった。だからこそ多くの人々を今も引きつけ続け、集客に苦労するところの多いフィギュアスケートの分野でも常に満員にし続けるのでしょう。 先日にはドイツの新聞、南ドイツ新聞における世界のスーパースター7人に羽生選手が選ばれていました。スポーツ界には昔からスーパースターがたくさんいる。しかし、なぜ一部の選手は常に観客を感動させるのかということでタイガー・ウッズさんやシモーネ・バイルズ選手らをピックアップして、その理由を探っているようです。その中でアジアから唯一選ばれている羽生選手。 アジアのスケートロックスターという見出しで、ピョンチャンオリンピックでのことが取り上げられており、彼はなぜスターなのか。たとえ彼が怪我でジャンプがうまくできなくても、たった一人でアイスリンク全体を埋め、アーティストであり、彼のピルエットを見るためだけに世界中を飛び回る熱狂的なファンがいて、咲き誇る桜の木々よりも多くの日本人を魅了するアーティストなのだ。昨年2017年 世界選手権で2連覇を達成した羽生選手に地元仙台では10万人の声援が送られました彼は66年ぶりにオリンピックで2大会連続金メダルを獲得したフィギュアスケート選手であり18の世界得点記録を樹立し4回転ループなどのジャンプを初披露したアスリートでありアーティストでありアリエルのようなエアリアルスピリットでもある存在だと称賛されています 一方で3つの要素が羽生の名声を制限している地理的に彼はアジアにおけるスケートのロックスターでしかないスポーツの観点からはフィギュアスケートは一般的に人気を失っているそして肉体的に若いにもかかわらず彼はますますスポーツの負担を感じている 彼は苦しみの中で最後のメダルを獲得したとヨーロッパでのフィギュア人気の低迷や怪我などの部分で、まだ人気を高められる余地があるともしていました。その後、羽生選手はさらに世界的な人気を拡大し、心身に負担を感じながら挑戦を続け、そして今、さらなる飛躍を見せています。3つの制限がすべてなくなった今、羽生選手のワールドワイドな活躍を見ていきたいです。 羽生結弦選手の魅力は単なるスポーツの枠を超えて多くの人々に勇気や感動を与える存在であることがわかりますねこれからも彼の活躍に目が離せませんそして彼の挑戦がどのように世界に影響を与えていくのか一緒に見守っていきましょうこの動画が少しでも皆さんの心に響いたなら是非グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします それではまた次回お会いしましょう。